AS-202 の発射。アポロ AS-202 は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、3度目に行われた、サターン IB 型ロケットの発射実験である。非公式には、アポロ3号と呼ばれることもある。AS-202 は、サターン IB 型ロケットの3回目の試験飛行であり、指令船を、前回の AS-201 よりも、 さらに高高度から大気圏に再突入させ、熱射平板に1平方メートルあたり 260MJ もの圧力をかけ、耐久性を試験するという目的を持っていた。またこの実験では、機械線のエンジンを4回に分けて噴射した。燃料電池も今回のフライトで初めて使用された。サターン IB の最後の試験飛行となる。 AS-200 には1966年8月25日17時15分32秒、ケネデ宇宙センター34番発射台から打ち上げられた。第1弾ロケットは2分半燃焼し、高度 56km、発射台からの距離 56km の地点まで上昇した。第2弾ロケットは7分半燃焼し、宇宙船を 高度 216km の弾道軌道に乗せた。その後、機械船はプログラム通り4回に分けて主エンジンを噴射した。1回目は第2弾を切り離してから2秒後で3分35秒間にわたって行われ、それによって宇宙船は高度 1128.6km にまで到達した。25秒間のインターバルを置き、 2回目の噴射が1分28秒間行われた。さらに急速な点火能力を試験するために3秒間の噴射が10秒のインターバルを置いて2回行われた。指令船は秒速8900メートルで大気圏に再突入した。最初は 高度12万2000メートルから6万6000メートルまで一気に降下し、そこで一旦大気の層に跳ね返され、高度8万1000メートルまで再上昇した。この運動により、速度は秒速7600メートルにまで減少した。その後は徐々に速度を落とし、高度7250メートルでパラシュートが展開した。着水点は、 予定よりも 370km もずれたため、航空母艦ホーネットが回収に来るまで8時間半もかかってしまった。なお、この時使用された指令船は現在はカリフォルニア州アラメダの博物館に展示されている。ありがとうございます。